いやー、アジアカップでね、日本代表がイランと戦って、負けちゃったんすけど、あれだね、アジアカップさ、めっちゃ強いね。もう余裕でさ、優勝できると思ってたら、全然できなかったし。で、韓国もさ、ヨルダンに負けましたよね。いや、ヨルダンは日本が練習試合で 6-1 で確か、倒してたはずなんで。やっぱ中東開催ってことで、ホームのね、影響はでかいですね。アジアカップね、やる前は、久保とかそういう重要な選手はね、あまり呼ばないでって思ってたんですよ。そういうのより CL の方が大事だって思ってたんだ。だけど、あれだね。レベル上がってるね、本当に。中東とかアジアの。もっとどんどん上がっていくだろうね。なんでかっていうとさ、もうインターネットで、すごい人のプレイがもう見れるようになったからさ、そこで勉強とか全然できるし、差とか全然なくなるんだろうな。アジアカップはね、ワールドカップの強豪国の気持ちが分かりましたね。負けたら叩かれるって。日本ではさ、ベスト16で、ね、負けて、なんか叩えられてたけど、多分強豪国はこうはなってなかったんでしょうね。アジアカップだって、ベスト8、ベスト16勝ってるのに叩かれてますからね。ベスト8で負けたからって。ワールドカップのね、強豪国の気持ちを楽しめて、ちょっとね、嬉しかったっていうか。ただ、韓国とかに戦って負けるんだったらなんか仕方ないみたいな、そういう感じだったじゃないですか。だから、強豪国同士の気持ちもちょっと、分かったっていうか。そうだね。伊東純也選手の件なんですけど、結構ひどいよね。リアスになっちゃって。もしさ、やってたとしてもさ、まあ、やってないと信じたいけど、推定無罪って言って、日本の法律ではさ、罪が確定するまでは、ね、無罪っていうのが、ね、あるじゃないですか。なのに、ね、日本代表を外れちゃって、外されたっていうのかな、わかんないけど、まあ、離脱して、結構悲しいよね。なんか、松本人志さんとか、ヒカキンさんとか、そうだけど、なんかね、最近ちょっと、なんかこういうのが多発してるよね。なんかキャンセルカルチャーっていうのかな。実際にやったかどうかわかんないけど。だけどね、なんかちょっと、おかしいよなっていうのは思いますね。